はい。では、お時間になりましたので、セッション始めたいと思います。この時間はですね、ワードプレスを教える人のための視点と考え方ということで、松本智也さんにお話をいただきます。松本さん、あの、愛媛の ワードプレスミートアップの共同オーガナイザーされていたりするので、えー、ワードプレスも長く使われていたりもしますけれども、まあ、個人的には書体制作やってるところめっちゃ聞きたかったんですけれども今日はワードプレスのことについてということで私も同じスクールで一緒に講師をしてたりすることがあるのであったのであのもう大丈夫だろうと思っておりままますすす丸振りしししししたいいいいいと思いますではは松本さんよよろろくくおお願願ます。 はいまあ、簡単な自己紹介なんですけども、えっ、ー、と、今、愛媛で何か作ってますとありますが、えっ、ー、と、まあ、教える人のためにと言ってて、えー、何者なのかということですけども、あのもうかれこれ、もう12年ぐらい、あのまあ、デザインであったり、まあ、フロントエンド、まあ、HTML、CS、JavaScript、えー、そのあたりはあのいろんな教室とかで。 教えてたりします。で、ただただ教えるだけじゃなくて、あの、制作会社の方もやってまして、えー、実際にまあ、クライアントさんに納品して、えー、まあ、使い方を教えたりとか、えー、そういうこともやっております。で、えー、まあ、 運よくいろんいろな仕事をさせていただいた関係上、えー、いろんな方にいろんなタイプにこう教えるっていうことをしてますので、まあ、これを機会に、えー、ちょっと教え方とかそう教え方というかなそういう教えることについての考え方みたいなことを少しやってみたいなと思って今回の、ね、セッション、えー、応募して、えー、こういう会に参加した <laughs> ということになっておりますよろししくお願いします。 はい。で、えー、このセッションでは触れないことですけども、えー、技術的な指導方法の指摘であったり、えー、ビジネス上の問題については触れません。考え方、そちらについても突っ込んでいくというふうなセッションになっております。はい。それでは早速始めていきたいと思います。はい。えー、ワードプレスを教える人のための視点と考え方。で言ってるんですけども、 えっと、あ、すいません、その前か。その前にですね、セッションのテーマについてということで、えー、講師や登壇者としてワードプレスを教える際、どのような考え方を持って教えていけばよいのかを、4つの異なる視点で私が実践していることをお話ししたいと思います。ということで、早速4つの視点ですよっていうお話に入りたいんですが、まあ、その前に、まあ、教えるというところでですね、やるべきことがまだ、そのワードプレスに入る前にまだありますよということで、はい。 教える側な問題ねあの僕生徒さんの問題にもあるんですけども、えー、生徒さん側ウェブに関する基礎知識がないかもしれない、えー、これはちょっとね考えとかなきゃいけないところだと思います、えー、教える側が思ってる以上に基礎知識がない可能性があるっていうことは、えー、常に頭の中に入れとかなきゃいけないのかなとで基礎知識がないってなんとなくわかってるっていうところでもやっぱりちょっとねちゃんと復 であ実はワードプレスはコーディングやプログラミングの知識がなくても利用できるとは言うけれどもやっぱり Web に関する、えー、基礎知識は必要だと私は思います。でじゃあどういう基礎知識なのかっていうことなんですけどもまずその基礎知識のその1。 IT リテラシー, <laughs>、えー、情報を収集して取得選択する力、えー、コンピュータを操作する力、えー、オンラインでのコミュニケーション力や倫理的判断力、えー、セキュリティについての知識ですね。 えーまあ、特にあのコンピューターを操作する力、あのー、マウス、まあ、最近はスマートフォンとかタブレットとかで操作する方がすごく多いんですけどもやっぱりマウス操作少し、あのー、全くできないよだとちょっと辛いかなとでその次のオンラインでのコミュニケーション力や倫理的判断力ですけどもこれはあの情報を発信するっていう上で、あのー、そういった知識も全くないまま、まあ、広報担当とか 更新担当になってしまうともうあのとんでもないことになってしまう <laughs> ということなのでこういったところはしっかりと最初のところに、えー、基礎知識としてあの、まあ、レッスンとか、えー、そういったものに組み込んでいく必要はあるんじゃないかなと私は思ってます。でまだあります。もう一つ目基礎知識の2ですけども、えー、今度はちょっと技術的な基礎知識として、えー、例えばサイト運営とか責任者にあたる人 え、サーバーやデータベースの知識ですね。これは、まあ、いわゆる扱えるっていうところまで行くとなかなか難しいとは思うんですが、せめてサーバーが何であるかであったり、データベースが何であるか、どういった構成で動いてるのかっていうぐらいは知っとく必要があるんじゃないかなと思います。あとはドメインの基礎知識ですね。で、やっぱりサイト運営とかになってくると、画像の加工とか、あとデータ形式ですね。そのあたりの基礎知識もしっかりやらないと、ちょっと 操作しててもよくわからないといとうことになななりがちなのかなとでサイト制作をやりたいという方はやはり、まあ、HTML、CSS、JavaScript、まあ、この辺りの基礎知識は必要ですし、えー、PHP ですね。で技術だけ学んだってでも FTP 知らないという方もいらっしゃいます。なので FTP であったり SSH の使い方ですね。 でまあ、やりまあそのレベルにもよるとは思うんですがまあノードとかその辺りの知識であったり基礎、えー、そうですねあと画像作成とかね、えー、制作ツールの知識なんかも必要なんじゃないかなと思いますでその他まあディレクションとかね、えー、プロジェクト管理ツールの基礎知識などあるとなおいいのかなとまあそういう基礎知識っていうのがある程度あるといいかなとでまあここは結構ねあのさらに突っ込んでやるっていう方は やっといた方がいいと思うんですけども、ちょっと一つ前に戻って、ここはやはりねしっかりやらないといけないのかなと思ってます。で、実はまだあります。<laughs> まだあります。三、えー、ここでようやくワードプレスが出てきます。はいえー、ワードプレスの基礎知識で、ここでワードプレスの使い方じゃないんです。基礎知識なんです。えー、ワードプレスやりたいっていうふうな方すごくいっぱいいらっしゃるんですけども、ワードプレスがなんだか分かってない。 えワードプレスとはから始めないといけないと <laughs> いうこともあります。で、次ですね。ワードプレス、じゃあ、アカウント作りました。えっと、いや別にそちらでもいいよ。ワードプレス .com でも全然いいんだけどっていうところもあるんですが、ワ、えードプレス o ットとドットコムの違いがよく分かっていないと。えー、まあここね、ワードプレス。 ドットグとドットコムの違い、簡単に説明してるんですけども、えー、ちょっとねワードプレスの配布などっていうふうに書いてますが、えー、次にですねワードプレス .org に行くと、まあ、ライセンスであったり実行環境とかロードマップとか過去のバージョンとか大体掲載されてるんですねで、まあ、よく分かんないブログ読むよりかまずここを読みましょうとまあこういうところが、えー、最初にアナウンスしてあげる必要もあるんじゃないかなと。 ワードプレスの基礎知識ででつ目ですこれは私は本当にこれはもう教える人たちは絶対触れてほしいなっていうところなんですけども「ワードプレス誰が作ってるの誰が支えてるの」っていうところですね。無料で使い続けるということはどういうことなのかっていうのを最初にワードプレスを触れる方にしっかりと教えてあげるあの伝えてあげるっていうことが必要なのかなと思います。 えっとそうですねワードプレス学習するとすごく最近本当増えてるんですけども、えー、そのあたりの SNS とかのコメントを見てみるとこのあたりを何にも伝えずに一気に制作の仕方みたいな感じで教えてるんじゃないのかなというちょっとなんかホラーみたいな感じの <laughs> 印象を私はすごく受けてて、まあ、このあたりはしっかりとねあの伝えていくっていうことが必要なのかなと思ってます。 で、これを踏まえて、ようやく、4つの異なる視点というか、えー、レッスンとかね、そういったものに入っていけるのかなと思ってます。はい。じゃあ、ここから、ようやくね、本題なんですけども、えー、そういったものを踏まえて、ようやく入ってこれると。で、まあ、今回、4つ視点があるんですけども、この4つの視点の中で、えー、まあ、共通する項目があります。はい。えー、例えばですね、もうここですけども、 えワードプレス。まだね、制作に入ってないんです。<laughs> 入ってないんです。えワードプレスの基本操作。操作ですね。もう何にも分かんないのにさあ、ブロックテーマで作ってみましょう。クラシックテーマ作ってみましょうって言われても分かんないっていうことになっちゃいます。なので、えー、まず基本操作っていうのはやりましょうと。で、やって今度は教える側ですね。教える側。よいしょ。それぞれの目的に合った内容を考えると。 えー、単に作り方を教えますよ。作り方を教えて、もうそれでいいよっていうわけじゃなくて、えー、学ぶ人とかの学ぶ方の立場やスタンスによって、えー、教え方のアプローチ変わってきますので、えー、それぞれの目的に合った内容を考える。こうやって4つの視点があるよということです。じゃあそれぞれ見ていきたいと思います。4つの視点で、まず、初学者向けのスクールです。 はいまあ、考え方のポイントですけども、えー、まあ生徒さん、自己生産の要望とスキルのレベルからまあ内容を考えていこうと、まあ、例えばまあ私の例だとすると、まあ、仕事で活用したいから習いに来てるよっていう方ですね、まあ、オリジナルのサイトを作ってみたいという感じですちょっとちっちゃいんですけども、えー、レッスンの組み立て方としてまあ活用したいということなのでここもまあいろんなパターンが考えられるのかなと。 例えばデザインが得意でコーディングも得意っていう方であれば例えばオリジナルデザインやってクラシックテーマ作ってみてもいいしオリジナルデザインやってブロックテーマで作ってみるっていうそういったチャレンジもいいと思うんですねそれらこちら側が用意してあげたデザインカンプを使ってブロックテーマで再現してみるとかそういった方法も考えられると思います今度はデザイン苦手でコーディング得意という方ですねまあこれはまあデザインのねあのレッスンもあるとは思うんですが カンプ作ってあげたものをクラシックテーマ化するとかデザインカンプからブロックテーマにするとか、まあ、そういう方法も考えられると思います。で今度はデザイン得意でコーディング苦手 <laughs> ですね、えー、既存のクラシックテーマとそれを、ね、カスタマイズするっていうのもいいでしょう今度デザイン苦手でコーディング苦手、えー、これもね同じになりますけども、まあ、あの既存のねもうクラシックテーマになりますが、えー、あるクラシックテーマを使って、まあ、コードを書かずに 作ってみましょうっていうふうな感じで、まあ、ちょっとね使い方になってくると思うんですけども、えー、まあ生徒さんのスキルに合わせて教えていく一概にもうボーンと暴力的にもうこれやりなさいってやるとなかなかついてこれないっていうのがあるんじゃないかなと思いますで、まあ、ここで多分多くの方が気になってるところ私もいろんなスクールで教えてるので、えー、どこのスクールとは申しませんが、あのー、多くのスクールがクラシックテーマの作成方法カリキュラムの中に取り入れてます SNS とかで見るとそんな無駄なことするなとかいろんな、ね、あのコメントありますが、まあ、私は「学ぶ必要性あるの?」っていう質問に対してはあるとは思ってますなんで,であるかと思うとクラシックテーマで作成されたサイトのメンテナンス機能追加とかクラシックテーマで作られたものそういったものはやはりクラシックテーマの知識ないとなかなか難しいです。 で、現場間で言うと、やはりクラシックテーマの、えー、メンテナンスで多くあるので、えー、それを仕事にしたいとか、何かそこで就職に結びつけたいとかっていう場合は、やはりそういった学習は私は必要だと思っています。で、ただ、 それがすべての作り方だよっていうふうに教えるんじゃなくて、これがもうね、唯一無二の作り方ではないよ。ブロックテーマの作り方ちゃんとあるよ。こういうクラシックテーマをずっと使い続ける、続けるんじゃなくて、ブロックテーマで作った方が、すごく今、効率もいいし、内部もすごく最適化されるので、そっちに向かって走っていかなきゃダメだよっていうことは伝えていかなきゃいけないと思います。はい。じゃあ今度、クライアント向けの研修です。 これもね、やっぱり、ね、お客さんによって違ってくるとは思うんですが、えー、まずここで、まあ、受けた側はですね、研修を通して何ができるようになってほしいか、会社さんが何、ねその、受けてる人に何ができるようになってほしいかっていうのを事前に、まあ、把握しておいて、まあ、内容を組み立てていくと。で、まあ、お客さんが、ね、期待している内容としては自分たちでサイトの管理ができるとか、 自分たちでサイトの更新ができるっていうところが、えー、まあ期待してるっていうところであれば、まあこのあたりはしっかりとやっていくかなと。セキュリティですね。セキュリティの問題であったり、バックアップの問題であったり、まあ自分たちでやっていくということなので、パフォーマンスの最適化ですね。画像の圧縮とかデータベースの最適化ですね。 あと意外と忘れがちなのがサーバーとドメインの更新ですね。えー、これ忘れちゃったっていうお客さん結構いらっしゃるので、ここまで、ね、やんなきゃいけないのかなと。まあ最初の、ね、基礎的なところにもあると思うんですが、えー、こういったものをやっていくと。更新ができるっていうふうになりたい場合は、やはり基本操作。これも同じですね。パフォーマンスの最適化。あと、コンプライアンス。著作権ですね。Google の画像検索から勝手に画像を撮ってきてアップするとか、えー、人の顔が写っているものをそのままアップロードするとかねそういうものですねあとセキュリティですねそういったところのお話はしっかりとしていかないといけないのかなと思いますで、今度自社の研修です、えー、自社の研修に関してはもう各社あのそれぞれ各々にというところではあるんですが例えば えー、私の会社の例として、まあ、M 社としてますけども、えーまあ、私の会社、もうアシスタントと私で2人のちっちゃい会社なんですが、アシスタントを最初に教えた内容は、まあ、こんな感じに、まあ、弊社、クラシックテーマで作られたサイトのメンテナンス業務をすごく多く受け負っております。えー、そのため、まあ、クラシックテーマとかそういったものの学習はしっかりやりましょうと。ただ、こればっかりやってても、 会社的に未来はないとしてますので、未来への投資として、ブロックの開発の学習。ちょっとね、今それは少し抑えてるんですが、ブロックテーマを使用して、サイトを作成するっていうことを実験的に会社の社内でね、二人でアクセントをしながら進めてると。フローも見直さなくてはいけないので、フローも入れて学習してるという感じです。で、最後に、ミートアップ。これもやっております。 えー、愛媛ミートアップですね、えー、過去にイベントとして、まあ、こんな感じのイベントをやっております。でここの考え方もここもね教えるっていうこともちろんやるんですけども、えー、先生生徒っていう関係じゃなくてお互いに教え合うっていう関係づくりを作っていかなきゃいけないんじゃないかなと思ってます。で、えー、っとこれはまあちょっと失敗したこともあったので書いてるんですけども、えー、例えばまあ オーガナイザーであったり、登壇者。もうこれ一人に依存する環境はコミュニティ続けていくのやっぱ限界があると思うんですね。なので、お互いに教え合うっていう環境づくりっていうのが大事なのかなと。で、最後にここに都合の良い無料のスクールとなる可能性があるって書いてるんですけども、もちろん学びに来てもらっていいんですよ。勉強しに来てもらう、学習しに来てもらう、つながり作る。これもちろんいいんですよ。でもこれって前提条件として、 ワードプレスって何であるかっていうことが頭にないと、ただ、もう情報を仕入れていって、コミュニティとしての広がりもないし、ただただ、もうそこで終わりっていう関係で終わっちゃうと思うんですね。もう、それだとコミュニティ広がっていかないし、ワードプレスもこのまま、 広がっていかないんですね。ということは、ただただもう情報を与えてどんどん去っていって、残ったものは何もないっていう状態になっちゃうと。これはまずいと思うんですね。なので、まあ最初に教えるっていうところにつながるんですけども、えー、まあお互いに関係づくりっていうことをしっかりとね、えー、考えてやっていく必要があるのかなと思ってます。はい。で、ちょっとまとめです。はい。えー、ワードプレスを教える前にということで、基礎知識ですね。 で、ポイントもう一つ目ですね、えー。基本操作。で、3としてそれぞれになった目的の内容を考えると。はい。ワードプレスの使い方を学ぶだけではなくて、えー、周辺知識を学ぶ必要もあります、えー。学ぶ方の立場やスタンスによって教え方のアプローチは変わっていきますということです。はい。で、ここまでが本編の内容ですけども。 まあ最後にということで、このテーマに至るまでの背景ということで。でしょ。まあ、やっぱり SNS 強烈だなと思ってます。えー、ワードプレスなんて無料で学習できるよっていうコメントがあるんですけども、そこにお金を払って学ぶのは馬鹿げてるみたいな、なんかちょっとずれてるなという気もするんですね。で、ワードプレスの現状にカレキュラマが即してない意味あるの。まあ、それ先ほど説明した内容ですけども、そういったコメントであったり、 ワードプレス案件なんて技術レベルが初心者向けの仕事だみたいなことを平然と言われてる方もいらっしゃるしちょっとずれてるかなと儲かるよ、は。なんかちょっとそれもなんか儲かるとワードプレスのなんか一直線上に乗っからない話がクロスオーバーしてるなとあとセキュリティのリスク高いからあれダメだとかですねあとライセンスとか商標を無視してバンバンやってる方とかですねそういったことも多いのかなと。 で今度、教える側の問題としては、やっぱりワードプレスの理念とか廃棄をしっかり伝えてないのかなと。あと、ワードプレスの最新情報、どこまでみんなキャッチアップしてるのかなというところもあるかなと。あと、話してて、そもそもコミュニティあること知らないっていう方も何人かいらっしゃいます。なので、こういったところもやっぱ問題になってるのかなと思います。はい。えー、最後にちょっと読み上げたいと思うんですが、えー、技術的な指導は可能であっても、ワードプレスの理念や 背景をしっかりと伝えないことでは、えー、初心者にあ初学者に間違った知識を教えてしまうケースがあるように思います。最近では教える側の問題だけではなく批判が批判の中にはワードプレスなんて無料で学習できるとしてコミュニティにその役割を押し付けるなど勉強会を開催したり参加することが辛くなるようなことも起こってしまうのではないかと危惧しています、えー。このような状況は改善の余地があると言えます。 えー、このイベントをきっかけに、どのような気持ちで教えていくべきかを考えるきっかけになっていただければ幸いですと。はい、ありがとうございました。はい、松本さんありがとうございました。ありがとうございました。言った瞬間に後ろのタイムキーパーが終了ってあげましたね。ぴったり20分でした。素晴らしい。ありがとうございます。もう私もあの同じところで教えたりっていうこともしてましたけども、もう そうなんだよねっていうところばっかり出てきてるので、教えてる側としてはそういうところだろうなと思います。あの、みな、SNS はね、やっぱり最短経路を良しとするみたいなところがあったりするんですけど、クラシックテーマ PH、PHP、やっと勉強して PHP 分かるようになってきたっていう人にとっては、そこにさらにリアクトのことを覚えてブロックテーマやりましょうとかっていうのは難しかったりもする。そういうところで、やっぱりワードプレスのそもそもの、そのし仕組みとしての思想みたいなところっていうのを、やっぱり知るのは、 まずはクラシックテーマからなんじゃないかなと私も思ってはいたりするので、まあ、一つのルートとしてそういう選択肢があるよっていうのを知ってていただくのはいいかなと思います。改めて松本さんありがとうございました。<laughs> はい。ということで、えー、次のセッションですね。えー、14時ちょうどからこちらのお部屋で